まずまあ誘い方ですよね、うん、スマートな誘い方って、うん、どうしたらいいかなとか、いやしんどいんですけど、うん、しんどいですけど、なんかこうそうせんかったらうまいこと理解になっちゃうかなとか思う。それ思い込みやん。こんなもん出るやから分かってないからな。分からないですね、レベル1やから。親愛ドクター秋山です。世の中コロナの影響の中、そのデートの誘い方やデートの仕方など婚活男性から多く相談を受けます。どんなところを気遣いすればいいのか、誘うポイントであったりとかデートプランについてもいろいろ相談を受けるんですけども、今回の動画でこれから婚活を始めたい男性や今婚活中の男性の参考になればと思うんで、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また最後に大切なポイントもお話しするんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは VTR スタート。お疲れ様。どうも。あ、調子はどう？でも綺麗。まあ今まあ、こういった時代でですね、まあ大変な時なんですけど、どっかにね、まあ、食事に行くにしても、ちゃんと今の行動が合ってるのかとか、どういうところが一番あれなの？デート行ってからのところが、その誘い方の方が。そうですね、まずまあ誘い方ですよね、うん、スマートな誘い方って、うん、どうしたらいいかなとか。それまず一つ目が、女性がどういうところにどんな趣味があって、ね、どんなことしたいかとかっていうこと全然聞けてないってこと。ああ、うん、まあ、まずここは本当にほんまポイントな、はいはい、例えばほら、何カフェ行くのに、まあ、その近くの公園とかで歩きながら、で、なんかその会話中心にな、はい、やっていくってなったとしても、そのどんなところ行きたいかとか、はい、うん、であとは、うん、まあ、食事って言っても、一個一個俺見直す必要もあると思うんだよか、はい、まず俺は思うは、女性って結構重要なのな、本当な、自分が選んだ店勝手に決めて、な、はい、事前に言ってなかったら、女性ってお店に合わせてその洋服選んだりとか、そういう支度してくるから、はい、うん、それが大丈夫。まずそうですね、一応、うん、まあ最初の頃は自分勝手にやってたんですが、うん、今はそういったいろいろ教えてもらって、うん、まあ女性に聞くようには、うん、これで幻滅するからな、いきなりなんかすごい答えたところに、カジュアルのところかなと思って行ったら、はい、あ、もうこんなんやったらもっとおしゃれしてきたらよかったのにって思わせてしまったりとかってやっぱあるからな。それも気遣いやからな。そこまでやっぱり考えてはるんですよね。ああ、もちろんもちろん、それは女性の気持ちになったら、はい、やっぱりその場所に合わせた、そのお洋服とか、はい、うん、そういう雰囲気で行きたいってやっぱ思うわけやから、まずそれは大切やし、はい、で、あ、お店の座るところとかも大丈夫、窓側とかやったら結局意識が 見える方に女性座ってもらって、はい、自分は店内の方な、そういうところも気遣いできてる。一応大丈夫だと思います。最初は本当わからなかったですね、うん、向こうに女性座ってもらったらいいのかなっていうのは、うん、自分らが席とかちゃんと予約していてんの、お店とか予約していてんの。一応予約はしてますね、はい、あれやろ、でも予約の銭湯行って店入ろうと思ったらいっぱいやったとか、そんなあんのじゃん。最初のことありましたね、そんなもう大丈夫からこの人って思われるからな、うん、初めそんな関係性できてないからな、はい、それも一個一個気遣いで、多分俺自分ちょっと怖いのが、はい、詰め込みすぎてへんかなと思ってな、食事行ってあそこ行って、はいはい、な、1日いっぱいいっぱい詰め込んでない、そのスケジュール。スケジュールは考えますね。なんか手持ち無沙汰じゃないですけど、まあまあ、うん、することがなくなっちゃったりしたら、うん、まあ、まあなくなっちゃうかなと思って、うん、詰め込んではいますね。関係できるまでは本当にもう3時間とかでいいね、はい、その時間をやっぱ2人で会話楽しく入れて、また会いたいなって思うぐらいの関係性の方がいいね。ずーっと会わん方が、な、もうきっちりきっちりな、で、詰め込んで詰め込んで、それしんどくない？いや、しんどいんですけど、うん、しんどいんですけど、なんかこう、そうせんかったら、うまいこと理解になっちゃうかなとか思って。それ思い込みやん。相手からしたら、顔が見たいなとか、次会いたいなと思ってる状況が、続いてる方がいいやんか。そうですね、関係性もできていくし、関係性を作りたいから、うん、なんかこう詰め込んじゃうんですよね。うん、相手からしたらもう腹いっぱいになってしんどいやん。そうか、うん、であとは女性がこんなことしたら喜んでくれるんちゃうかなっていうデートスポットとかあれやろ、あんな本でもありやんか、いっぱいデートスポット。一旦な、まあ、行く前に誰かと一緒にちょっとな、友達とか、女の子の友達とかいる？
はないですね。ああ、まあまあ、じゃあそういう女の子の友達作るところもこうな。あ、そういうのを聞いてみ、女性に聞いてみ、いや、この人気持ち悪いとか思われへんから、あ、女性の意見とか聞いてみて、どんなとこ行きたいとか、はい、そういうことからいろんな女性にな、あ、僕今ちょっとお任せしてて、女性とデートのお店とか、なんかおすすめのとこない、大体みんな教えてくれるで、こういうとこ行ってみたいねって言ったら、こんな心ゼロやから分かってないからな、分からないですね、レベル1やから、まあ、そういうのやっぱり女性と関わって女性にいろいろこう意見聞いてみ、そうですね、あの今まで聞いてなかったんで、恥ずかしいっていうところもあったんで、今は まだね、前と違って聞きやすいんで、ちょっと今度聞いてみるよ。まあ、近場のそのほら、もしあれやったら、どんなところがいいって言ったら、俺もピックアップしとくし、こういうとこいいでーとか、聞かないとダメ。そうやな、俺こういうとこ行ったらどうとかって言って、外してしまったらあれやろ。そうですね、興味ないとこ行っても仕方ないので。そうそうそう、やっぱり相手陣で考えてから、正解は相手なんやから。どう、何解決しそう。そうですね、まずは会話から行きたいとこ聞き出して、いろんな方に相談して、で、まあ、喜んでもらえるようなことしたいな。女性をもっと知らな、女性が笑顔になられる。そうだね、今まで考えていいかってから、はい、視野広がるで。考えたらどう、ワクワクせん。いや、あの、楽しそうです、楽しそうですね、はい、やっていこう。はい、やります。お会いしてて。大切なポイントはやっぱり相手に興味を持って、相手の好きなことや相手が行きたいところ、相手が喜ぶことをしっかり会話の中で聞いておくことが大切だよね。だから女性に聞けてないっていうところ、結構これポイントになってくるからね。あとはまだ関係性もできてないのに、まあ喜ばせようと思ってこのデートを一日中詰め込みすぎて、相手に逆に気を使わせてしまったりとかして幻滅されたりとか、関係がギクシャクする場合もあるからね。無理せず、初めの方は会話を中心に関係を深めていくことに、まあ意識向けてね、デートプランを立てていくことで大切だからね。あとはやっぱり会う頻度ね、関係性を作っていく中では会う頻度極端に空けすぎるともう冷めちゃったりとかするかもわからないんで、会う頻度、関係性を作っていく中ではやっぱり大切になってくるからね。あとやっぱりデートスポットね、あの行く場所 もう事前にいろいろ調べたりとか、普段から意識をしていろいろ調べたりとか、女の子の友達を作ってね、いろいろ聞いてみたり事前に行ってみたりするっていうのは本当に大切になってくるからね。あなたの楽しい恋愛の進展を応援してます。恋愛ドクターの僕にコメント欄にたくさん恋愛や婚活の相談もいただいてます。答えられる範囲で動画でも答えていくので、ぜひコメント欄にコメントくださいね。今回も彼に対して温かい応援のコメント、アドバイスをいただいてます。ありがとうございます。いきなり結婚って、まずは女性の友達を作っていった方がいいんじゃないですか。本当これ大切だよね。ありがとうございます。それでは最後に大切なポイントお伝えするんでご覧ください。好きな人に絶対してはいけないアプローチトップ3を言っていくね。3位、いきなりの好きアピール。いきなりグイグイ言ってしまうと疲れてしまうからね。2位、言いなりになる。マンネリしてしまう可能性も高いからね。1位、何度も連絡する。相手のペースも大切だからね。幸せな恋の進展を応援してます。気をつけてお大事に。